皆さんこんにちは。今日は音楽超初心者が学ぶと楽になるドレミファソラシドと CDEFGAB の関係についてお話ししたいと思います。このチャンネルでは音楽や楽器、主に、ギターですとかドラム、時々は鍵盤などについてお話ししてますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の話題は、ドレミファソラシドと CDEFGAB の、関係についてということで、ごくごく基礎的な話をやりたいと思います。以前にも少し音楽理論の基礎的なことなど話したことがあるんですけれども、最近ちょっと、身近な人に音階とかピアノのことについて話をする機会があって、これはこういうふうに伝えた方がいいのかなと思うことがあったので、シェアをすることにしました。今日の動画の対象は、ピアノとかキーボードでコードを学んでみたいとか、ギターやベースなどで始めようと思うけれども、ドレミファソラシドと CDEFG というアルファベットの関係ってこうどうなってるのとか、そういうごく基礎的なことから知りたいよという方向けに配信したいと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではまずドレミファソラシドから復習でやっておきたいと思います。小学校ですとか、もしくはもっとそれより早い頃にドレミファソラシドを鍵盤で弾いたことがあるっていう人は、多くいるんじゃないかなと思います。他の楽器のことは知らなくても、鍵盤でドレミファソラシドは知ってるよという方は多く、いるかと思います。まず、ドですね。基準になる音、ド。ここから、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、となります。でこの基準になるこのドに対して一周回ってまたこうドになるわけですけれども、この高いドのところをオクターブ上のド、ここから見てこっち側の低いドのことをオクターブ下のドなんて言ったりしますね。はい。でこのドレミファソラシドがこういうふうに並んでるよっていうことは知っている人はすごくたくさんいると思いますし、楽譜が読めるよっていう方はその楽譜でその音名がドレミファソラシドでどれなのか、ドがこうシャープしてとか、ミがフラットしてとか、そういうのを、ドレミファソラシドとシャープ、フラットで理解してるっていう人は多くいると思うんですけれども、例えばこうやって鍵盤のことを知った上で、ギターやベースを始めたいとか、もしくは鍵盤でコード伴奏をやりたいとかっていった時に、コードっていう概念がありまして、3音以上のこう音の積み重ねの和音のことをコードっていうんですけれども、こうなった時に急にこう今のこれは C メジャーなんですけど、アルファベットの C って書いてあったり、もしくは3番目の音が下がってこれは C マイナーなんですけれども、急に大きい C と小さい M が書いてあって C マイナーとかっていう風に書いてあったりして、頭がいろいろこんがらがったりする。で鍵盤奏者の人はコードに慣れして死んでない場合、こういうところでつまずくことが多いこともありますし、ギターで挫折する人の多くはその F コードが抑えられないとかっていう、こう物理的なこともそうなんですけれども、コードのことをなかなか理解するのも結構それもハードルのが高いポイントかなと思ってまして、その前段階としてドレミファソラシドを CDEFGAB で言い換えるっていうのがすごく大事なことなんですね。で自分が中学生
あと、たくさんギターを弾いた高校生ぐらいの頃って、まずそれが一個ハードルだったなって思います。例えば、ドレミファソラシドっていうのは、ちょっとややこしいんですけど、ドが ABC の C から始まるんですね。なんで、C、D、E、F、G、A、B、C となります。まあ音はこの1オクターブの中に7個なんで1、2、3、4、5、6、7、一旦ちょっとこの黒鍵のところは忘れておいてください。この白鍵だけでいくと1オクターブの中7音あります。で、ドレミファソラシドのドは C から始まるんで C、D、E、F、G、Aで C に戻る。これは音楽を長くやってる人にとってはすごく自然なことなんですけれども、楽器を始めたての初心者の人とか、もしくは、中学生ぐらいの人とかだと、まあ、英語勉強しててアルファベットって ABCDEFGHIJK ってこうね、こう並んでたりするじゃないですか。だからこの間実際にあったのが、自分の妻に、あ、こういうことなんだよっていうことをちょっと話をしてた時に、あ、そうなんだって最初は言ってたんですけれども、 C、D、E、F、G の後に A、B と来るんですけれども、でもアルファベットの並びでいくと A、B、C、D、E、F、G でH じゃないですか。G が来ると反射的に H って答えたくなっちゃうみたいなことが起こったりして、あ、なるほどね、そういうのも確かにあるよなっていうふうにちょっと思ったんですね。なんでこれはゲームみたいなもので、ある種慣れなんですけれど、まあドレミファソラシド、でこれを加工で下がる、ドーシソファミレド、これはできるよっていう人はすごく多いと思うんですけれども、これを CDEFGAB でも言い換えができるようにするっていうのをやっています。なので C から始まりますので CDEFGABC で下がる、 C B A G F E D C、 はい、みたいな感じですね。こう上がっていくのはできるんだけれども、もしこう下がるときに、最初のうちは多分こんな感じで C、B、A、A の次は、なんだっけ、G みたいな感じになると思うんです。全然それで OK で、これをスムーズに、とりあえず、まあ、上がるのは得意だけれども、下がるのは苦手とか、ある一定の部分だけ、不得意みたいなこと出てくると思うんですけど、まあ、ちょこちょこやってみる。キーボードとか鍵盤がある人は、それでやってもいいですし、そうじゃなかったら紙とかに C、D、E、F、G、A、B って書いてみたり、逆に書いてみたりとか、そんな感じでもいいと思います。で、キーボードとか鍵盤がある人は、まあ、パッと押さえて、はい、ここ何のとか G とか A、D、C、B、C、B、D、E みたいにこうランダムでやってみてもこうスムーズに出てくるようになるみたいのをやるといいと思います。これをすると何がいいかっていうと、まあ鍵盤の場合にはさっき話したようなコード伴奏、まあ、
コードの場合はコードネームといってアルファベットで表示されるので、 C メジャーだったら大きい C って出てくるんですけれども、それを見たらそれはこう、まあドミソ C E G なんですけどだなってこう分かるようになる。でその時のコードの一番低い音、ベース音、高音って呼ぶんですけれども、それがもうさっき言ったアルファベットの対応になってますんで、まあ、C メジャーの時も一番低い音は C、 C になるし、これがまあ1番目3番目5番目の積み重ねなんですけど、3番目が下がってマイナーになった時も一番低い音と、まあ、5番目の音は一緒なんですけれども、まあ、一番低い音はずっと一緒なんで、あ、C を弾いてるんだなっていうことには変わりないわけですね。だからその伴奏の練習とかする時もいきなりいきなりは難しいと思うんですよ。いきなり自分もそんなにできるわけじゃないし、そうじゃなくて、例えば一番低い高音ベース音だけ、例えばまあこんな風に一番低い音だけこう拾ってみるみたいなことをしてもいいと思いますし、まあいろんなやり方ありますよね。鍵盤の練習にも役に立つし、まあギターとかでやってみてもいいかなと思います。はい、ということで、今は鍵盤でのドレミファソラシドと CDEFGAB の対応についてやってみました。一応念のためこのチャンネルはギターをやってる方が多いかと思いますので、一応復習で、ギターでもやってみますので、興味のある方は見てください。それでは、ありがとうございます。はい、それでは一応ギターでも、ドレミファソラシド CDEFGAB の対応をやっておきたいと思います。ギターの場合には、まあ、ちょっと弦ごとに基準になっている音が違いますし、その半音と全音の関係とかそういう、まあ、さっきお話しした内容よりはちょっと複雑な内容が出てくるので、以前にその、まあ、半音全音とかインターバルについては説明してますので、よければ概要欄に貼っておきますので、わからない方はそちらをご参照ください。はい。で、ギターの場合にはピアノのようにずっと鍵盤の配置が同じっていうわけではなくて、まあ、例えば5弦であればこれはラ、A 音なんですけど、 A A で B C D E F G A というふうになります。まあドレミファソラシドでドからこう始まってみてもいいですし、こうドからドレミファソラシド、まあ、さっきのピアノみたいにドから始まってやってみてもいいですし、あとは頭の体操で、さっきやったみたいに開放弦 A 音ラの音ですね、ラから始まってラシドレミファソララソファミレドシラみたいに、開放弦スタートにしてみてもいいと思います。まあというかギターの場合にはそういうトレーニングが必要だと思います。まあ、各弦のその開放弦が低い音から E、A、D、G、B、E というふうになってるんですけれども、まあ、それをこう覚えるのにもいいですし、例えば6弦であれば E、F、G、A、B、
C、D、E となってるんですけれども、その配置は1弦は2オクターブ高いんですけれども、配置自体は一緒で E、F、G、A、B、C、D、E というふうに、こう音の高さが違うだけで音名は一緒だったりとか、そういう関係があったりします。よくある、例えばドレミファソラシド、みたいに、まあこう弾きましょうとか、あの開放弦交えて、みたいにこうアップダウンするのもいいんですけれども、ピアノとの関連で言うと、さっきみたいにあくまでも一旦こう鍵盤を移動するような感じで、で横移動でこうアップダウン音の音階のアップダウンを把握する、で各弦でやってみる。そうするとだんだん音の配列っていうのが見えてきて、その上で、そういう風になってるんだなってなんとなく見えた上で、みたいにあのやる方がいいんではないかなと、個人的には思ってます。自分自身の経験として、こう形でこうあのこう見てっていうのは、ギタリストって結構縦であの動きっていうのは割と見えたりするんですけど、意外と横の動きっていうのが見えてくるのには時間がかかったりとか、いろいろなスケールとかがこう第何ポジションみたいにこう分割して覚えようみたいなことになったりするんですけれども、それはあの教える側の結構都合みたいなところもあって、でもその元になってるのはピアノのように一直線上にこうやって音が並んでる、で開放弦の音が各弦違う、だからギターのその音の配列っていうかポジションっていうのはすごく複雑に見えるみたいなことになってるっていうことがあったりするんで、ギターの指板図とかスケールの表とか見ては難しいって思うのは仕方ないことですし、実際覚えるのは結構大変なんですけれども、元たどればそのピアノのこの鍵盤の配列とこの一本の弦の上での音の並びは一緒なんだっていうことが分かると、だいぶすっきりしたりするんじゃないかなと思います。はい、ということで、後半の内容は、超初心者の人にはもしかしたら難しい内容もあったかもしれませんが、何か参考になれば幸いです。今後も、こういった少しちょっとしたお役立ち動画みたいのも上げると思いますし、たまには演奏動画を撮ったり、いろいろやっていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではありがとうございました。またお会いしましょう。